ちょっとさっきまでユニット踊ってたから。猛練習なう。もう大丈夫。さっきさマジで死ぬかと思った。本当に焦りました。なん時なんか私ね結構ね水で気管詰まらせて本当になんか苦しそうになること多い。あ、今緊急でショールーム回してます。これね、はあ、こんばんは。今日も15分だけやりたいと思います。そう、あの毎日配信絶対もうここまで来たら途切らしたくないので、まあここまで来たって言っても言って2日目ですけど、明日やって、明日はN コン終わりだから多分今日と同じくらいの時間帯にもう一回やると思います。明日も、うん、まだね2日目なんですけど、ちょっとこのまま続けていきたい。明日はゆうみさんの生誕祭があるんですけど、それに出演させていただく。わー、明日はねチーム M から来ましたっていうのを間違えずに言えたらいいなって思います。で明日も多分この時間帯くらいにやって、明後日はね、明後日もこの時間帯くらいにやりたいかな。で、はいっていう感じでいます。ちょっとあのめっちゃでも私こんなさ夜分遅くの配信をしたことがないからさ、結構さあのファン層も変わるんじゃない、この来てる方がさ。どうだろう。あ、ハクハク頑張る、ありがとう、ありがとうございます。あ、ナミテンクマチありがとう、ありがとうございます。ちゅーエッチかっこよすぎて眩しい、眩しい。あ、イケメンと遊んで顔いきました、いらっしゃい。そう、とりあえず1年目指します。そう、みんな起きてる、朝にはがヨメちゃんとご飯行きたいって言ってた。おー、いいね、やば遅くて助かる、よかった、結構助かるね。あ、のぶぱんさんくまありがとう、ありがとう、先日も今日もみんないいね。オンラインと握手会追加しました。あ、そう、私その話したくて、あの今回ねオンラインお話し会が1月19日と2025年1月19日と2024年の12月の、ちょっと待ってごめんなさい、日付があんまり思い出せない、ごめんなさい、本当に覚えるのが苦手で、の2日間、一部が部数追加されたので、ちょっと今回あの新たに、やっぱ一部って朝早起きするの難しいなって人も多いと思うので、うわこれ来たくなるだろうなっていう企画を昨日ね一生懸命考えました。この企画考えるのに本当にマジレスして1時間かかった。企画考えるのに1時間、その文を作るのに1時間かかった。これガチ本当にめっちゃ時間かかった。なんかいろんな先輩方の企画を参考にして、どういう自分らしさを出したりしたいなと思ったので、あのまず一つ目がディズニーのコーデということで、私が普段ディズニーに行くようなコーデ、カチューシャとかも自分でセレクトしてあのやっていくっていうスタイルなんですけど、その時にですね、3枚撮ってくれた方、3枚から撮ってくれた方に限定で、あのキャストさん風に名前とメッセージを書こうと思ってます。でこれはあのカードに私が持ってくるので、カードっていうかメモ帳みたいな、もっとちゃんとしたやつなんですけど、カードにその人のニックネームを書いて、でそれもキャストさん風にって、えみたいな、キャストさんのモノマネをして書くのと思ってる方いると思うんですけど、そうじゃなくてキャストさんのフォントを頑張ってあの覚えて、あのちょっと練習して書こうかなと思ってます。
キャストさんのフォントをモノマネしてやろうと思います。であとはお時間があれば一言メッセージとかも書いて、あのルームス全員公開 OK な方はあのルームスの全員公開っていう、もうルームスの会員じゃなくても見れますよっていう設定にして写真をアップしたいなと思ってます。期間限定で、だから写真でも思い出を残せるしっていう特別なイベント企画を作りました。そうで、あのちょっと参加もしかしたら、あちょっとそれじゃなくて今回は西山とお話ししたいなっていう、普通にオンラインお話し会を楽しみたいなっていう方も多分いらっしゃると思うと考えたので、あのオンラインその企画に参加する方はその多分入る時にニックネームをね入力するところがあると思うんですけど、そこに自分の書いてほしい名前とプラスで書くっていう漢字を入れてくださったら、あ企画に参加してる方なんだなってちょっと進みやすくなるので、よかったらお願いします。それをね書くと、あのまあちょっとそれはなんか何にしようかなってめっちゃ悩んで、なんか参加とかだとでもダサいなと思ったから書くの書くっていうあのやつにしました。だからそれをやったら参加するっていう、そうそう書くっていう意味だから参加とかの方が良かったかなと思って、ダサいかなと思って、そうっていうやり方です。あそうですそうです、ビーポテ書くみたいな感じ、ゆうくん書く、そうだから本当にあれ例でね出してるので、ああいう感じで書いていただけたら、あこの人は企画に参加する方なんだなって分かりやすくなるので、皆さんぜひよろしくお願いします。多分普通にねオンライン話し会やりたいよって方もいらっしゃると思うの でちょっと私結構ね集中しちゃうかもしれないから、そういう方は何も書かずにいつも通りオンライン話し会に参加してきてください。はい、そしてですねもう一つのミコのコスプレをしてる時はあのもう年明けなので、あの私がおみくじを独自で作って、もう内容とかも自分で作って、それであのみんなの2025年を占おうと思います。こちらは2枚以上撮ってくださった方になります。でこっちも分かりやすくちゃんと、こっちは名前、もうそれはもう別に書くとかじゃないので何でもいいんだけど、名前とプラス占うっていう漢字をあのお尻か前かにつけていただけると、あの書き分かりやすい、企画に参加するかどうかの有無が分かりやすいので書いてくださると嬉しいです。書かないと参加できないのでよろしくお願いしますっていう企画です。でも本当におみくじは本当に1から100枚全部私が作るから、内容をだから本当にやばいおみくじが出来上がるかもしれないんですけど、あそうそう千秋占いそんな感じそんな感じで書いていただけると嬉しいですっていう感じ。私もう本当に企画一生懸命考えたから、たくさん会いに来てくださると嬉しいし、あのそれこそあのキャストさんの方だったらたくさん撮ってくださった方はもうめっちゃゴテゴテに描けるし、あの色ペンとかもたくさん用意しようと思うから、枚数多い方、時間がたくさんある方はその方の好きな色とか聞いたりとかなんかをしたいなって思ってるので、たくさん会いに来てください。はい、そう初めて企画をやってみたんですけど、どうですか皆さん。頑張って考えました昨日。なんかその先輩さんの参考にするのもいいんですけど、その丸パクリっていうのはやっぱ良くないから、その自分どうやってやったら自分の個性が出せるかなと思って、そのコスプレとかも考えて、あ私はディズニー好きだからディズニーをやろうっていう案です。もう本当にだから皆さん遊びに来てください。ちょっと朝早いんですけど、もう昨日ね一生懸命考えた、でも普通にオンライン話し会参加してる人もいるだろうなって、この日しか空いてなくて2週また話したいけど企画あるなどうしようって悩んじゃったらその人すごいかわいそうだから、私もたくさんみんなに会いたいし、だからどうやってやったらそのなんかできるかなと思って、
どうやったったらその参加するかしないか分かるかなと思って、なんか若たんとかはあのツイートするので見てくださいっていう X で前日に聞いてっていうのもあるけど、もしかしたら自分の名前は晒したくないっていう人もいるかもしれないし、そのツイートし損ねちゃったよみたいな人もいるだろうから、あのツイート、うん、だから当日にちゃんとニックネームで参加できる形にしました。めっちゃ悩んだ、もう超悩んだ。そう、それでちゃんとあのルームスにアップするので思い出も残るし、ただそのルームスは全員公開だから、本当に自分このメッセージは自分だけしか見たくないとか、あのこの名前あんま自分の名前出したくないなっていう方も多分いると思うから、一定数そういう方のために、もしルームスにアップしてほしくなかったら、あのそのオンラインお話し会中にちょっとこれ僕はルームス、私はルームスちょっと大丈夫だよっていうのを伝えてほしいなと思います。ちょっとめっちゃね考えた、うわーと思って頑張りました。私の渾身の、はい、頑張りましたっていう流れです。その場で名前見て書き書きします。だからそのニックネームに自分の書いてほしい名前とっていう、そうだからあのうん、ちょっとその場でなっちゃうからちょっと時間がかかっちゃうかもしれないから、もし名前が長い方とかだったら、もしかしたらメッセージ書けなくて枚数3枚でとかだったら終わっちゃうかもしれないんだけど、でも頑張って書くので皆さん遊びに来てください。いやあ、でその写真はあの自分の自撮りとともにアップするので、あの世界で1枚だけしかない写真になります。わあ、そう一人一人こうやってパシャって撮るから、よかったらお願いします。めっちゃ頑張りました。あ、サラクマありがとう、ありがとう、サラ昨日も今日もありがとう。そうオンラインお話し会はスクショ NG なので、そうルームスとかでどうにかできないかなと思って考えました。そうなんかその紙に書く紙は本当に悩んでて、ちょっとまだいろいろ決められてないし、時間とかがどれくらいあるかもわからないので、ちょっとまだ未定で、はい、です。ちょっと今コメント読んでるな。めっちゃいい子やった、ありがとう。そう、手作りおみくじは本当にあの本当に手作りっていうか、本当に内容をね自分でめっちゃ考えてるから、あの私がこうその方の分を代行で引いて内容をお伝えする感じになります。頑張りました。そう、え、NG なの？え、待って、何が NG なん？ちょっと待って、それちょっと待って、何ちょっと待って、え、それ NG じゃないの？え、待って、なんか NG 行為してる私。ちょっとそれ言ってたらあの教えてください。名前にルームス NG でも、なんかそのニックネームがさ長すぎると途切れちゃうかなってちょっと分かんなかったので、ちょっと言ってもらおうと思います。そう、でもやっぱあのディズニーのキャストたるものその場ですぐに書けるようになんなきゃダメだと思うのではい、これは追加の日程のみです、今のところは。はい、あ、15分経過した、イムニだ、おみくじ対抗。そう、ゆまちゃんと相性占いがいい、あ、そういうのもねやってみたいなと思うので、また追加がありましたら。そう、
ニックネームはあのオンラインお話し会にログインする際にニックネームを登録すると思うんですけど、そこでやっていただけたらなって思います。ディズニーは OK なの？どういうこと？なんか NG 行為してますか？誰か教えてください。このNG 行為してる？どうだろう、私 NG 行為してますか？大丈夫ですか？大丈夫？ディズニー風、カチューシャとかダメなのかな？つけちゃう？あ、コスプレはしないです。コスプレはしないで、私がそのディズニーに行く格好をします。キャストさんのコスプレとかはしないで、単純にメッセージを書くっていうだけです。そう、大丈夫です。大丈夫だよね、カチューシャするのって。大丈夫だよね。これただな、ちょ不安になってきた。そう、ディズニーコーデ、あ、キャラクター見えなきゃ。オッケー、じゃあなるべく、です。じゃあ15分経ったので、もうやばい、時間が。こんな遅く配信したの初めましてということで、大丈夫だよね、大丈夫だよね。キャラとかは一切出ないです。大丈夫です、大丈夫です。カチューシャをするだけです。大丈夫だよね。 OK、 じゃあ誕生日見ます。ね、みんな眠気マックス。じゃあいきます。13位、ソーロ、ちょっと待って、難しい。あ、いつも来てくださってる方だ。いつも読めてない、ごめんなさい。ジェルムオラピパッドさん、ごめんなさい、本当にありがとうございます。12位、白タッチさん。10位、白塩マヨ。9位、夏の大三角形。8位、修造さん。7位、マイコッコ。6位、つれづれ。5位、たしたし。4位、サラ。3位、ノブペンツーさん。パンだ、もういつも間違えちゃう、ごめんなさい、本当にありがとう。2位、みんなの白米ハクハク。1位、ナミテン。ありがとうございました、皆さん、ありがとう。ということで、なんか変わっちゃった、壇上が。ちょっと壇上入ってない方もしいたら名前読みますね。大丈夫。アウテウラスさん、オトゥールズさん。野原しんのすけのすけさん。ガッシュベルさん。他は変わらないということで、ありがとうございました、皆さん。オンラインぜひ気になった方は追加してみてください。頑張って練りに練りました。じゃあまた明日 N 公演、あさって M 公演、獅子あさって待って初めて言った、獅子あさってナンバレティ公演でお会いしましょう。明日あさっては、大体この時間帯くらいにまた収